どうも、おはようございます。速稼塾の久保です。今日もこのサブアカウントからお届けします。今日、明日、明後日と3日間サブチャンネルでお届けした後は、またメインチャンネル戻しますので、またよろしくお願いします。チャンネル制限1週間ですからね。はい。で、今日のテーマなんですけども、ちょっとね、白髪がだいぶ出てきましたね。ヤマト君がね、夏休みに入ってますんで、今、毎日一緒にいるんですよ。そうなると、なかなかね、床屋に行く時間ができなくて、髪を染める暇がありません。髪染めるときって大体2時間ぐらいかかるんですよ。2時間で頭ちょっと切ってもらって、こう染めて乾くまでにずっと待ってなくちゃいけないんですけども、なかなかね、ヤマト君がいるとね、やっぱ一緒に遊びたいんでね、私もね。うん。まあこういうことになっております。ですね、もうあと1週間ほどで、この白髪は黒くなりますんで、ちょっとお待ちください。そして私もね、あと2ヶ月ぐらい経つと50になっちゃうんですよね。年齢は、随分進んできますんで、これは止められません。仕方がないと思います。というところで今日のテーマですが、この年になってからでも、50代を過ぎてでもね、頑張れることって何かあるのかなってことなんですよ。はい。確かにね、50代を過ぎてからできることってのは限られてます。今までやってきたことを継続するか、昔やってきたことをまたやるかぐらいしか選択肢って浮かばないような気がするんですけども、果たしてそうでしょうか？ 50 を過ぎて、50の手習い。未経験のもので始めてみてできることっていうのも実はあるんじゃないかなと思うんですよ。まあでもそうは言ってもね、なかなか体力もないし続かないよとか、それから本を見て勉強しようと思っても、もう目がね疲れてくるんだよみたいなこともあると思います。でもそれはですね、よく考えてみてください。本を読むこと、例えばですよ、本を読むことをずっと習慣にしていれば、今でも読めるんですよ。ずっとやってないから久しぶりにやるのが、慣れない、馴染まないから、目が疲れるなとかになるわけですよね。で、体を動かすことも、ずっと継続してやっていれば、別に50だろうが60だろうが、まだね、ウォーキングでも何でもできるわけですよ。ですんで、しばらく休んじゃうとね、さすがに10年、20年、まあ、体を動かしてないと、久しぶりに動かす体は随分重いですよ。そういった意味で、体に馴染むまではね、年のせいかなって思っちゃうんですけども、実はそうじゃないんですよ。年齢のせいではなくって、その継続してない時期が長い、お休みの時期が長いから、体が重いですので、時間かかっちゃうんですよね。皆さんもね、若い頃経験があると思いますけども、例えばね、中学生とか高校生の時に、夏休みがありました。部活も休みになりました。お盆休みです。休み明けで体を動かそうとしたらいきなり動かないでしょ。やっぱ軽くウォーミングアップしたりとか。で、学校の方もすぐに授業が始まらずに、最初はね、なんかのんびりとした始業式から始まると思うんですよ。そういう感じで、徐々に元のペースを思い出しながらやっていけばいいんじゃないかなと思いますね。ちなみに今日ちょっとね、今学校の話が出たんで言いますけども、こんなご相談も昔からあります。なぜ学校に行かなくちゃいけないんですかとかね。うん。勉強して将来役に立つことはあるんでしょうかとかね。こんな質問って必ずあると思いますし、私たちも感じましたし、今私たちがね、50代を迎えると、人に聞かれることもあるんじゃないかなと思うんですよ。どのように答えると思いますか皆さんどのように答えてます？確かに、勉強って将来の役に立つのかって言われると、役に立たないことが多いんですよ。でもそれは一つ言えばね、役に立つような道を選択しなかったってこともあるんですよ。そうじゃないですかね。やっぱりね、微分、積分、天文学、地学、数学、国語、英語。例えば学校の先生になろうと思ったら全部役に立つじゃないですか。でもどうですかね、YouTuber になろうとした時って、そういった学校の知識がなくったって、別にできたりね、インスタグラマーとかでも、最新の写真ができればいいわけでしょ？インスタ映えみたいな。まさに学校で習ったことはほとんど使わないわけですよ。まあですんでね、基礎的な読み書きと簡単な暗算計算ができれば、学校の役割はそこで終えることができると思います。ですんで義務教育の間にそれは終わるわけなんですよ。で、自らね、選んで高校に行ったり、その先の大学なりに進学したとすれば、それは将来学校の勉強が役に立つのなんていうのは愚問中の愚問なんですよ。なぜなら自分で選んでいってるでしょってことなんですよ。もっと言ったらですね、別に中学が役に立たないと思ったら、親が何言おうが世間がどう言おうが行かないって選択を取ることもできるわけですよ。実際に行ってない人もいますからね。じゃあその行ってない人は意志が強かったんでしょうか？どうなんでしょうかってことですよ。別に行かない選択をするのに意志の強い弱いはないと思うんですよ。行かなければいいだけなんでね。自分が2本の足を動かさなければ、学校にいきなり行ったってことはないですから。だから全てが結局は自分の選択なんですよ。苦渋の決断だとしてもね。さあその中で将来勉強して役に立つことがありますかとかね。
学校の勉強って一体役に立つんですかっていう質問が来た時に、私はこう答えます。いや、目先のことしか役に立ちませんと。例えば学校の勉強は遠い将来の役に立つかどうかは不確定要素が多すぎて役に立たないと言ってもいいでしょう。でも当面数週間後に迫った中間テストや期末テストの役に立つでしょ、ね、だから勉強した方がいいんじゃないの。勉強したら必ず1回はその勉強の成果を発揮する場所が来るわけだから、そんな分かりやすいねストーリーがあるんだったらやった方がいいんじゃないのかなと思いますよ。でも人生の勉強っていうのは、社会に出てする勉強っていうのは、いつ役に立つか分からないし、ほとんど一生役に立たない、そんな可能性も大きいわけですよ。まあ、そうなってきたら立ちが悪いですよね。でも私たちはそういう社会で競争して生きていくっていう時に、まだ限定的な競争である学校の中で起きていること、勉強して何の役に立つのって、遠い将来は分かんないけども、数週間後には役に立つよっていうのが答えでいいんじゃないかなと思います。そして結局ね、人生ってのは、目先のことをクリアすることを繰り返すっていうゲームでしかないんですよ。ね、今日とか明日のことをクリアして、それを十分こなせればもう OK なんですよ。別に3年後、5年後、10年後のことはね、今から準備しておくのは悪いことではありませんけども、そっちが主ではないですからね。だから遠い将来、役に立つことをしたいとかね、遠い将来役に立つことをやっておきたいっていうのは、間違いとまで言いませんけども、今この瞬間にやることに比べたら、取るに足りないことだと言います。なぜなら将来が来るかどうかわからないし、将来が自分の予想したものになるかどうかわからないからですよ。でも、今日とか明日っていうのは予想した通りにほとんどなるでしょう。ね、数時間後にはお腹が空くから、今のうちに食材を買っとこうかなってことにもなるし、今のうちにお弁当を用意しとこうかなってことにもなると思うんですよ。それは他人のことにまで考えが及ぶと思います。例えば夜が明けて朝7時とか8時になったら、家族が起きてきてみんなお腹を空かしてるだろうなってことが予測できるから、朝食の準備を5時半とか6時にするわけでしょ。プラスお昼になったらお腹が空いて何か食べたくなるだろうからっていうので、朝早くからお弁当を詰めるわけじゃないですか。だから直近のことってのはね、時間が数時間後とか数日後ってのは結構高い確率で予想したことが役に立つ、当たるわけですよ。だから近い勉強ってのはするべきだと思いますけどね。ただやっぱりね、1年後とか2年後とか3年後っていうのはなかなかですよ、うん、だから1年後のためには365日かけてコツコツと目先のことを積み上げておく必要があると思います。はい、じゃあ一体コメント見ましょうか。清美さん、おはようございます。体動けるうちが大事ですね。頑張ろうと思います。体動かしていきましょう。ノクさん、おはようございます。皆さん、どんなに暑くても毎日ウォーキングしているとそれが日常ね、ウォーキングしながらマスクをしている人がたくさんいますけども、あれはどうなんでしょうかね。ノクさん、勉強、いろいろなことの幅を広げるために不必要なことも学ぶ。うん。だから勉強って基本的には好奇心が湧くものは勉強って意識がなくても、いろいろね、調べたりとか体験したりしたくなると思うんですよね。でも人生経験の少ない10代や20代の時って、何に自分が興味が湧くかわからないから、とりあえず薄く広く当たっていくしかないんで、それを強制的にする場所が学校なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ちなみに今ね、夏場ですけども、空を見ると雲がバーッと上がってるじゃないですか。で、ついついね、その雲を指さして、あ、積乱雲だ、入道雲だとか言うわけですよ。それは学校の教育の中で教わったことなんで、まあ将来の役に立ったかなっていうのを振り返って言えばできるんですよね。その他にもこういった何気ないことを学校で教わってたなってことは、思い出すんですよ。でもそれはメインではありません。たまたま学校という環境で思い出しただけで、家庭で教わったことを思い出すかもしれないし、友達同士で遊んでいたことの中のことを思い出すかもしれませんし。だから学校の中で覚えたことを全部将来使うわけではないし、むしろほとんど使わないんですよ。ほとんど使わないからこそ、裾野を広げてたくさんやっておかないといけないのが、成長期であり、10代の頃じゃないかなと思いますよね。たくさんの映画を見ておいたりとか、たくさんの漫画を見ておくことも大事です。多分ね、今、40代、50代お過ごしの方、高校の時にスラムダンクっていう漫画が始まったと思うんですよ。で、そのスラムダンクを一生懸命読んでいたら、多分今とかね、若い人とも話が合うんじゃないですか。10代や20代の人でもスラムダンクを見たりとかしてる人いますからね。あと、ドラゴンボールも未だに人気アニメではあると思いますけども、ドラゴンボール連載当初から見ている、ドクタースランプあられちゃんが終わった直後から見ている私たちっていうのは、確か中学1年生ぐらいの時にね、始まってるはずなんですけども、その頃のことをね、昔はこうだったよって話してあげれることによって、もうね、今、ドラゴンボールに触れた人に、もう、その黎明期のね、その、他のジャンプの連載とのバランスとかも語ってあげれることっていうのは、結構興味持ってもらえるんじゃないですかね。
はい、ノクさん。良い大学に入るため、良い会社に入るため、私たちの時代はそうでした。うん、そうなんですよ。ノクさん、でも、基本的には、いい会社に入る、いい大学に入るっていうルートは、そんなに間違いと思わないんですよ、私はね。ただ、入れなかったから、苦し紛れにもっといい道があるっていうふうに私は思ってますけども、でも、なんですかね。いい大学に進んで、で、いい会社、例えばね、ソフトバンクに入ったりっていう選択肢があったらいいじゃないですか、それは。あとね、電通に入ったりとかね、フジテレビに入社したりとかいいじゃないですか、それは。今はそういうところに入れないから、どちらかというとインターネットの発信でね、敵と見なしてますよ。そういった既存の勢力は。でも、自分が10代や20代の時に、そういう一流企業に入れる選択肢があるとしたらね、真っ先に入ったと思うんですよね。で、今ではそういった会社の企業戦士になって、インターネットのなんかね、なんかバズる奴らと戦ってたと思いますよ。で、ガーシーの敵にも当てたと思います。あと私もね、今が小学生ぐらいだったら、間違いなく官僚を目指してましたね。で、官僚に行くために仕方ないから東大を目指したと思うんですよ。で、つまり人生って、自分が40代の時に、どういうふうな人生を送りたいかってことが最初から分かっていたら、やっぱ10代の頃にね、それなりの道に進むと思うんですよ。でも10代の頃ってのは目先のことしかやっていないから、結局遠い未来のことの準備をしてないんで、その未来が来た時に選択肢はありませんでしたってことになっちゃうんですよね。で、悔しいから、なんか、とりあえず今日も目先のことで、なんかいい話ないかなって探してるわけですよね。その一つが暗号通貨だったっていうオチなんですけどね。だから硬い人生を送ってたら多分ね、体なんて買ってないですよ。それこそ社債とかね、株式とか買っていたと思いますね。マンション買ってみたりとかね。はい。で、ノクさん。結局は高卒より大卒の方が選ばれる可能性が多い。会社にも女性にも。あ、これはでもそうですよね。逆の立場になったら分かりやすくって、じゃあ自分がお父さんでね、娘さんを持ってます。娘さんが大学卒の、ね、将来有望な青年と高卒のよく分かんないやつ連れてきて、お父さんどっちと結婚した方がいいと思ってたら、大卒にしとけって言いますよ、私は。それはね。その他の条件で明らかにこっちが勝っていたらこっち取りますけども、でもほとんど同じ条件で学歴の競争になった時に、やっぱりね、大学ぐらいに行っといた方がいいかなって考えていたその考え方を採用しますね。ノクさん、Facebook にも書きましたが、政府は外ではノーマスクを推奨しています。ウォーキング、マラソン、自転車、喋らなければ通勤への徒歩等も、厚生省はマスク外しましょうとホームページに書いてあります。これもそうなんですよね。でも、一旦染みついた習慣ってのはなかなか取れないんでしょうかね。うん、だから、私たちはいいように洗脳されてしまったというかね。そのぐらい私たちは思い込みを一旦持つと、それを払拭するのが難しくって、厚生省のホームページにこういった書いてあるよって言っても、まあ、そもそもそれを知っても見に行かなかったり、またまたみたいなね。そんな感じでね、結局はみんなマスクをしちゃう。うん、難しいですね。お、あやさちゃんおはようございます。どうも今日もありがとうございます。ピヨピヨしてますね。ノクさん。私はエリートコースから外れたので、こうなるしかなかった。でも、今は自分の生活は結構気に入ってます。誰にも束縛されないし、自由に時間が使える。エリートっていうのを、昔の概念で考えると、大卒で公務員とかね、一流企業っていうのがエリートだったと思いますけども、ノクさんどうですかね？今この令和4年とかね、令和の時代に入って、エリートっていうと、40代で、一流企業であろうとも、勤めていることがエリートだと思えないっていう価値観も出てきてましたね。今どちらかというと、エリートっていうとね、IT を使いこなしている人がエリートであり、同時に複数の仕事とか現場に関われる人がエリートっていうふうに変わってきたんじゃないかなと思うんですよ。ね、例えば、いろんな趣味をたくさん並行してやっててね。で、会社だけの付き合いじゃなくて、趣味の仲間もいるとか。例えば、ノクさんだったら、まあ、アイドルのね、コンサートとか行くと思いますけども、そこにも、コミュニティってあるじゃないですか。あの人よく見かけるなとかね。あの人いつもコスプレ式で来てるなみたいな感じだけでももうコミュニティだと思うんですよ。きっとですね、他の方も、あ、またあの人来てるって感じでノクさんのことを意識してると思いますし、ステージの上に、乗っている女の子たちも、あ、また来てくれてるみたいな感じでノクさんのことをね、覚えてると思うんですよ。で、長い会話や深い会話を交わさなくても、そこには一つのコミュニティがあって、一つの支えになっているということを考えると、まあそういった生き方の方がね、本当ノクさんの暮らしの方がエリートなんじゃないかなと思うんですよね。だってやっぱりね、アイドルさんとかも、なんでツイッターをするのか、なんで発信するのかって言ったら、言葉はちゃんと交わしたことがないけども、あの人いつも来てくれてるから多分私のツイッター見てくれてるよねって感じで発信するわけですよ。
で、そこには一定の信頼関係があるんですよね。無言の信頼関係。はい、千歩さんどうもおはようございます。少年ジャンプといえば北斗の拳ですね。いや、北斗の拳大好きですね。未だに好きですね。サイバーブルーっていうのも好きだったんですけども、早い段階で打ち切りになってしまいましたね。未来版北斗の拳みたいなやつですけども。ノクさん、アイドルのファン、地下アイドルだとほぼほぼ常連は決まってますよね。うん、やっぱりね、メジャーのアイドルさんよりも地下アイドルの楽しみ方っていうのは、本当10人ぐらいしかファンがいないとかね、20人ぐらいしかコミュニティが成立しないっていうところにあると思うんですよ。あと単価が高いみたいな。だから確実に自分の活動がこのアイドルを支えてるっていうふうに思えるじゃないですか。で、ツイッターとかで、リプを飛ばしても必ず返事が来るっていうふうな安心感とか信頼感っていうのが、ローカルアイドルさんにあると思うんですよ。私はだからね、メジャーよりもローカルの方が好きで、いわゆる地下アイドル。はい、ノクさん。もちろん、新規も来ますが。うん、当然、そうですよね。はい。これでね、もうそろそろまとめに入っていこうと思うんですけども、50歳から、じゃあどんなことができるのかなってことで、私なりにね、50代でやりたいこと、もしくはもうね、50代でやることを決めてるから、今からやってることをちょっとね、いろいろと話していこうかと思います。まあ、例えばね、50代になって、50歳過ぎて私ね、やっぱりね、ボクシングやってみたいなと思うんですよ。まあ、ボクシングって言っても、実際に当てちゃうと大怪我するんで、私の方もね、大怪我しちゃうんで、マスボクシングって言って、格好はボクサーなんだけども、当てないボクシングね。で、1分間で2ラウンドとか、ああいうのやってみたいかなと思いますね。もう今実際に飛んだり跳ねたり殴ったり蹴ったりとかしたらね、もう本当大怪我しますんで、そんな重大な後遺症残るようなことはとてもできませんので、まあ本当スポーツとしてのマスボクシングやってみたいかなと思います。そしてですね、武術ですね。主に中国武術なんですけども、私武術を今ね、まあ学んでいるっていうか勉強してるんですよ。そのために中国の本も取り寄せているんですけども、もう中国語ですよ、これ全部。ね。でも写真が入ってるんでできるんですけどね。こういった中国武術で、武漢を作りたいなと思ってるんですよ。生徒は、まあ、もしいないかもしれませんけども、武漢を作って、人を募集してみたいなと思います。誰も来ないかもしれませんけどもね。でも私が武漢長として武術を教える中で、生徒さんが何人かでも来ればいいなと思っております。はい。そしてね、真偽体と言いますけども、やっぱり武術となると、仏教かなと思いますんで、少林寺じゃないですけどね、仏教の教えもちょっと身につけていきたいかなというところがあります。というのが、武術の中に、仏がいてですね、仏の中に武術がある。なんかそんな感じの概念があるんですけど、それに習ってみたいかなというところです。あとね、FX のことなんですけども、FX はやっぱりね、何か一つ形のあるものを作っていきたいなと思います。まあ今でも FX オリガルヒっていうグループはあるんですけども、それをもうちょっとね、強化拡大して、FX の学校みたいなね、学校法人までは取れないけども、いや本当に学習塾みたいなレベルで、専門学校みたいなノリで、FX をちゃんと学べるところをね、そこそこの資本を突っ込みながらやってみたいと思いますね。で、生徒さんなんで100人ぐらいはやっぱ入れたいと思いますし。ノクさん、私の応援しているところは一応オリコン10位には10曲連続ぐらいで入っていましたが、世間的には無名アイドル。ああ、なるほど。そうなんですね。なかなかいいですね。ノクさん、東洋系と西洋系で格闘技も違う文化。そうそう、東洋系と西洋系で違うんですよ。東洋系はどっちかっていうとね、なんか宗教と一体になっていて、内側を鍛えるために武術もやる。もしくは、その自分の宗教を守るために、いろんな侵略者を寄せ付けないために仕方なく武術をね、身につけたっていうところもありますね。だからやっぱりこう、暴力とはちょっと違うんですね。防衛のための武術っていうのが東洋であって、西洋っていうのはどっちかっていうと侵略と略奪のための武術なんで、飛び道具が多いんでしょうね、きっとね。まあ、それが今にも続いてるのかなと思いますけども。でも今はね、東洋も結構攻めてますよね、中国とかね。はい、そしてですね、その他そうですね、結婚式やってみたいですね、もう一回ね。結婚式をもうちょっとなんかこう、なんかやってみたいなと思いますね。それから店を出してみたい。魚とか刺身の。居酒屋じゃないんだけども、なんかね、魚料理を出す店をやってみたいですね。もうお客さん来ないかもしれませんけども、でもやってみたい。もう一回店をやってみたい。それから YouTube は、やっぱり50代のうちに10万人になってみたいかなと思います。今 YouTube 結構ね、終わってる時代、オワコンというふうに言われて、本当にそうかもしれませんけども、だからこそ、多くの方が見放すような時だからこそ、私はこれからね、10年かけて、この1万人になった YouTuber を10万人にしてみたいなと思いますよね。あとは政治家ですかね。地方議員でもいいんですけども、NHK 党あたりから公認いただいて、国会議員を目指してみたいかなと思いますね。
あ、結婚式ね。結婚式ってね、もし私がね、独身で結婚するつもりがなくても、結婚式に同席してくれるパートナーを募集して、撮影とかね、式のイメージだけでもやってみたい。要するに、結婚式のコスプレがしてみたいなっていう気持ちですよね。だから、あらゆるものを自分の人生の中に体験としておきたいわけですよ。だから、ボクシングをするのも、結局は明日のジョーの真似事がしたいわけですよ。なりきりたいみたいなね。だから私の人生はもう全部そういうふうなコスプレでできてますんで。それでいいかなと思います。だから地下アイドルさんも結局、アイドルな活動もそうなんだけども、ステージに上がって誰々になりきりたいっていうところから自分自身の発掘をするっていう活動なのかなと。ガーシーが言ってましたが、今の高校生って YouTube 見ていないと言ってました。まあそうかもしれないですよね。見てる人も当然いると思うんですよ。というのが、YouTube をメインで見てるかどうかは別なんですけども、YouTube は必ず見てるんですよ。YouTube を全く見てないってことはないと思いますし、ただやっぱり SNS って移り変わっていくんで。だから移り変わっていくからこそ、これからね、もし YouTube が弱くなっていくんだったら、まさに10万人っていう記録が取れそうじゃないですか。要するにライバルが減るか、まあマーケットバランスなんですよね。で、やってみてダメで、それでもいいんですよ。挑戦することをやめたくないなっていうのが今日のテーマなんです。TikTok だそうです、高校生。まあ、TikTok もどっかで終わっていくんだろうなと思いますね。やっぱね、TikTok も、ずいぶん前から始まって、やっと波が来たような気がしますけども、結局は TikTok から YouTube に誘導するっていう流れですよね。まあ、何が勝つか分かりません。SNS も群雄割拠ですから、じゃあ、これからずっと続くものが何なのかってことは、本当予想つかないですよね。予想がつかないんで、ダメかもしれないけども、何が正解か分かんないけども、やってみる。それが挑戦なのかなと思うんですよ。言ってみればね、確実に成功する、もしくは成功する可能性が高いものをやるっていうのは挑戦じゃないのかなと、すら思っちゃうわけなんですけど。どうなんですかね。コピーして。まあ、いろいろとね、挑戦してみたいなと思いますよ、本当。それだけなんですけどね。これかな。これだな。まあ、今日の放送は以上ですね。そんな感じで、皆さんも挑戦を忘れないようにしていきましょう。ノクさん、Facebook、YouTube、Twitter、3つですね、私は。もしかしたらおっさんメディアかな。まあ、全部おっさんメディアになるんでしょうね。結局、今、なんでね、40代、50代で、おっさんメディアっていうふうに言われるものがね、あるかっていうと、やっぱボリュームゾーンだからですよ。ね、人数が多いから、割合で見たら少ないけども、人数が多いのが40代、50代の IT 利用者じゃないかなと思うんですよ。でも今は10代、20代の方でも、これから10年だったら20代、30代になっていきますし、20年経ったらね、40代、50代になっちゃいますんで、結局その時に、TikTok をずっとやってる人も、あ、なんかもう古いメディア使ってるよっていうふうに言われるのかもしれないですよね。だからそもそもデバイスが変わるんで、デバイスが変われば、SNS の概念も変わってくるし、SNS じゃない次のなんかも出てくるかもしれないですよね。その時代に何が出てくるのか私はちょっとね、今のところ想像できませんけど。まあ、こうやっていろいろ考えていくことが頭のトレーニングになるかなっていうところではあると思いますけどね。コピーして、YouTuber。まあ、今日はそんなところですね。今、サムネイルを作りながらお届けしておりますけど。はい、じゃあ本日は以上でございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。